皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは ER 四天王寺、鬼神の大亡霊。今回は騎馬を持ってきました。遠距離不足は速度で補うぜ。お相手は ER 諸葛亮、画量の省略。孔明、久しぶりだな。私を含め、参戦を待っていた人も多いのではないでしょうか。死ぬべき人間が揃っているな。それでは、始めよう。今回に関しては孔明より石川一正の方が怖いですね。対戦、よろしくお願いします。こちらの装置力は悲しみの13。現状クメル鬼デッキでは最低の数値です。一応流派で知力を上げれば星熊以外は活殺圏から外れるか？外れますね。ただそれでも食らいたくないことには変わらないので、とにかく石川一正の動向に注意して戦いましょう。では晩年、お相手の動き的に右に福兵がいると直感。福馬同時を下げたのは悪くないんですが、なら代わりに星熊で組みに行かないと。はい、結局四天同時が踏んじゃったら元も子もないです。が、今の動きで踏まなかったということはいないのかな。そう思います。これはおそらく真ん中に座してますね。お相手もまだ踏ませる気はなさそうなので、熊同時を縦に金同時を戻します。こういう時に特技鬼は光るような。はい、こうした対決戦の追い闇でき、射撃に強いのはもちろん、兵種アクション重視の計略相手に守りを固くできたりしますね。もちろん、画量の省略もその一つですよ。水攻めは怖いが、亡霊対決に持ち込めれば十分勝機はあるな。そう思いますね。あ、急にクロス射撃するのやめてもらっていいですか？相変わらず厄介だぜ忍び射撃。星熊が食らってくれてまだよかったかな。一旦下げて兵力を戻しつつ、槍兵コンビを先行させましょうか。石川がいない今がチャンスです。クロス射撃も水攻めも来ないしな。副兵が踏めてないのがちょっと怖いんですが、ここはテンポ重視で攻めの姿勢。注意するのはまず迎撃、そして水攻め。石川が出てきたぞ。流される前に号、鬼神の大号令。眷属どもよ立ち上がれ。左右に展開して水攻めの筋を消しておきます。あとは早く流派で知力を上げたいな。副兵を踏む前引き正面。これはやっちまいましたね。火曜堂で関羽に出会った早々の気持ちがわかるな。そしてそのまま号令炸裂。我が体系で戦を終わらせましょう。諸葛亮の画量の省略は英傑号令。武力と兵種アクションのダメージが上がります。孔明自身は含まないんだな。はい、武力上昇値も控えめですが、長めの効果時間は相変わらずですね。この手の計略はガン攻めに限るな。はい、中段でチンタラしてるとじわじわ追い詰められますよ。というわけでとっとと攻勢開始。本当は熊さんで殴りたかったんですが、いないもんは仕方ねえ。四天同時で殴っておきましょう。これでもないよりはマシです。そして金同時がやられたところで騎馬コンビも対決開始。これ以上攻めると両辺天目を使うことになりそうなので悪くないとは思うんですが、もうちょっと居座れば英傑功が取れたかもな。そうなんですよ、ちょっともったいなかったですね。さて、お相手はここで兵種流派を発動。身の肩から入ってきたか。アクション向上でゲージを取られないのは助かるが、槍が長くなるのが嫌ですね。これでますます騎馬が動きづらくなりました。そしてもう一つ画量の省略、そろそろ切れてくれませんかね。これ以上続くと主将が厳しいな。とりあえず熊さんを右に出し、地獄の主将を覚悟したところで、ようやく切れてくれましたね。よかったよかった。一応ゲージも逆転してないな。と言ってもこのくらいは誤差かですね。このゲージそのまま終盤に入るとさすがに敗色濃厚なので、次の攻めではもう少し殴っておきたいところです。では金さんが復活したところでカウンター開始。ライン上げは先ほどと同じです。迎撃と水攻めに気をつけましょう。さっきより槍が長くなってるからな。慎重に止まるんだぞ慎重に。わかってますよ。武力3くらいなら刺さっていいかとか全然思ってませんか。ほんとです。見ててくださいよ。ほらこの通りよくできました。さあここからは慎重に前に出しつつ敵情をよーく見て、ここだ。出てこい孔明、号令で勝負だ。眷属どもよ立ち上がれ。槍兵を左右に広げるのはもちろん、騎兵もちょっと下がりましょう。この二人を流されるだけでも結構攻めが弱くなるしな。はい、そして水攻めの筋がほぼほぼ消えたところで、お相手の選択は画量の省略。我が体系で戦を終わらせましょう。右の工場は通りませんね。あんなところに突撃で向かっていけます。一斉バカタレ。ちょっと今刺さってないですよ。 VAR を要求します。そんなものはない。孔明の契約中に手が滑って向きが変わっちゃったんじゃないか。これが孔明の罠。まあそれはいいとして、例によってゲージ差がギリギリなので、篠原の工場もしっかり止めます。星熊、頼んだぞ。絶対迎撃されるんじゃないぞ。英傑功が入り、金同時の工場も通りそうなのはいいんですが、熊さんが工場してなかったのは超凡ミスですね。絶対通らないと思って見てなかっただろ。だと思います。まあ相手の部隊を引きつけてくれたのでよし。さらにここ、金同時の工場がもう一発入りました。これはラッキーパンチだな。決定打になったかもしれんぞ。ですね。強い命だ。そしてここ、お相手が先ほどと同じように攻めてくるなら、両辺天目を使おうと思っていたんですが、引いていったな。
この兵力では攻められんと判断したか。かもしれませんね。引くんだったら追いましょう。兵コンビで命の限り向上します。この二人が倒れたら両辺戦目、からのラスト鬼人の大亡霊で、なんとか守りきれる。かな？守りきるしかないですよ。なんならさらにゲージ差が広がっちゃっても構いません。あ、縄文に入れちゃいましたよこの人。こんなにわかりやすく欲張る人いる？いるんですよここに。よれや者ども！なんなら最初の時点で結構深く刺してましたよね。今みたいな場面で浅く刺して、より早く向上を始められれば、一発分得する場面なんていくらでもあるんだよな。はい。雑に欲張らないこと、そして朝出しができるようになること、今より上に行くための課題は山積みです。まあこれも伸びしろってことで。己ゴミ人間め。惜しくも同時に罵られたところで、予定通り両辺剣目を使います。残り11カウントか。正直めちゃくちゃ不安なんだけど。ですね。お相手にはまだ戦士が残っている上、流配地の方のアクション向上も残ってます。が、ここで強行がありました。お、孔明が動いた。我が体型で戦を終わらせましょう。ここで考えられる最悪のケースといえばもちろん水攻め。敵軍が地上に張り付いたところにうっかり出して一気に流されるなんてのはよくあることです。しかもちょうど水攻めのことを忘れかけていた頃だしな。これであとは純粋な武力勝負になったので号令を打って乱戦すれば守りきれるはず。なんですが、なんですが、貴族どもよ立ち上がれ。ここでさらにミスを重ねてしまいました。亀同士の動きに注目。亀同士、あ、投げ上がったこいつ。これは投げちゃダメです。いくら速度が上がっているとはいえ、このカウントからでは殴れません。素直に孔明の向上を止めるべきでした。地味に迎撃もされてましたよね。はい、ただでさえ部隊を一つ失っているこの状況、全然地味じゃないダイロスです。さらにお相手は兵種ダメージをブーストしてきたか。あ、でも、アクション向上がないのは助かったかな。はい、右集団の向上を一発も通さなければ、なんとか守りきれると信じたい。そして、ここでもう一つ強行が。なるほど、お相手は両辺戦目を腐らせてたのか。いろいろと停滞ミスはあったものの、これで帳消し。とまでは言いませんが、何にしても助かった。さあ残りゼロカウント。あとはしっかり乱戦するだけ。おっと？な、何をする気だ。リベンジってやつは、受け取ってもらおう。直接白ダメージとかなら受け取れないぞ。大丈夫、武力上昇と豪走付与だけです。ちょっとびっくりしましたが、あとはしっかり乱戦しまして。対戦、ありがとうございました。な、なんとか勝てたな。金同時のラッキーパンチがなければ負けてたか？はい、本当にギリギリの勝負でした。ご視聴、ありがとうございました。